皆さんこんにちは、あかりんこと吉田あかりです。さあ今日はですね、私が最近やっているおすすめのコスメたちを使った超肌が綺麗に見えるツヤ肌メイクのやり方を紹介していきたいと思います。それでは今日も行きましょう。あかりんの自主力動画スタートです。では早速やっていきたいと思います。まずツヤ肌メイクするときは、肌が乾燥してるとなんかツヤ系のもの全部吸収されていくので、ちゃんと保湿ケアをしてください。まあこれはでもベースメイク、まあツヤ肌とかマットとか関係なくしっかり保湿はしておくことが大事なんですけれども、だからちゃんと保湿してください。では早速やっていきましょう。はい、まず使っていくのが、さらに保湿をしていきます。こちらイブサンローランのトップシークレットモイスチャーアイクラのリッチです。これなんかマットが出たらしいから、でもちょっと気になるな、買ってみようかなと思うんですけど、基本的にマット肌好きじゃないからね、どうなんだろうってとこですね。これを全体に塗っていきます。もうね、これはね、どんなメイクするときにも使うやつだから、乾燥肌の私には欠かせないアイテムですね。ジバンシーのランタンポレルブロッサムクリームコンパクトです。私もこれ本当にいろんな人にこの良さを伝えたくて、最近なんかメンバーになんかプレゼント買っていくときとか、なんかこれ渡すようにしてるめっちゃいいもんだって。そうで、これもう一回ちょっとちゃんとあの BA さんに効果聞こうと思ってんけど、まあ、下地の効果もちゃんとあるし、日焼け止め成分も SPF15 で PA プラスだから、ちょっと入ってるから下地の効果もあんねんけど、どっちかというとスキンケアに近いみたいで、自分の肌をツヤっと見せてくれながら、スキンケアしながらちょっとトーンアップしてくれるようなクリームっていう感じみたいです。いい匂いだしね、すごい肌も保湿されるし、めちゃくちゃいいです。 RMK のベーシックコントロールカラー N の01番です。こういった感じのちょっとパールとかが入ってツヤっと見せてくれるタイプの下地ですね。でもコントロールカラーなので部分的に使っていきます。この辺の頬の高めの位置のところ、このこめかみの内側ですね。あと鼻筋ね、鼻筋にはちょっともうトントンって置くようなイメージでのせていきます。あと T ゾーン、おでこら辺ですね。ここはね、光を入れるとおでこが丸く見えて立体的に見えるので、ここにも入れていきます。あと顎先に塗って伸ばしていきます。これ塗るだけでだいぶ肌がツヤっと見えますね。鼻だけね、そんなにしっかり伸ばさずトントンしていく感じがいいかも。その方が後から立体的に見えます。こんな感じです。そしたらファンデーションいきます。 MIMC のミネラルリキッドファンデーションの205番のピンクブライト、こちら SPF22PA2+、まあそこそこって感じですね。このファンデーション使っていきます。本来ならこういったね、スポンジがこのファンデーションの中入ってるんですけど、私的にこのスポンジ使いにくいかなって思ってるとこがあるので、クッションファンデ用のスポンジ使っていきます。これも美容成分がすごいたっぷり入ってるファンデーションで、肌にもすごく優しいものみたいですね。でカバー力も割とあるんですけど、かなり薄付きでカバーしてくれるし、とにかく綺麗なツヤ肌ができます。ちょっと今右半分だけ塗っていくので、ちょっと比べてみましょう。そうで、なんかトントントンっていうより結構滑らせるような感じで塗るといいっていう風に聞いたんですけど、でもまあカバーしたいところは結構しっかりポンポンするようにしてます。はい、こんな感じ。こっち塗ってない方で、こっち塗ってる方、めっちゃ綺麗くないですか？すごいツヤが出るんですよ。最近のツヤ肌系でいうと一押しファンデーションですね。セミマットとか崩れにくい系でいうとジバンシーが一押しなんですけど、ツヤ肌はこの MIMC のが一番好き。なんかね、重ねても綺麗になるし、だからメイク直しもすごい楽なんですよね。これを上から重ねるとまた綺麗になるような感じがして、リピートするだろうなっていう感じです。ちょっと待ってくださいね。まいちゃんおいで。まいちゃんおトイレですね。ずっとううってなってんな。はい、こんな感じでファンデーション塗れました。すごいツヤツヤの綺麗な感じですね。久々にリピートするだろうなっていうファンデーションに出会いました。ファンデーションっていろいろ試したいから、あんまりリピート考えたことないんですけど、これはちょっと今までにないタイプだったから、なくなったらまた買おうかなって思ってます。そしたらちょっと余計なファンデーションとか押さえていくために、ちょっと濡れたスポンジで整えていきます。これは豆腐っていうスポンジです。よく濡らしてちょっとしっかりめに絞った感じで整えていきます。余分なファンデーションとかがついてると結構崩れやすくなったりするので。でコンシーラーなんですけど、コンシーラー前回ザセムのやつとクリオのやつ紹介したじゃないですか。でザセムのやつ結局使ったんですけど、クリオのも塗った感じ見たいっていう意見もあったので、今日はこっち使っていきます。クリオのキルカバーエアフィットコンシーラーですね。私は2番の BP のから使っていきます。とにかく先が細かいので塗りやすいです。こういうなんかシミとかにもポンポンポンとかぶせられるので、このチップの形いいなって結構思ってます。
で、手でポンポンポンってしていきます。で、ある程度手でカバーできたら残りはスポンジで押さえていきます。そしたら続いてパウダーですね。パウダーはいつも使っているリミスフリーのノーセバムミネラルパウダーを部分的にのせていきます。筆に取って鼻周りの崩れやすいところとかテカりやすいところ、あと顔周りですね。顔周りがベタベタしちゃうと髪もベタついたり髪の毛がひっついたりしてちょっと邪魔なので顔周りにだけ塗っていきます。で、この辺とかはツヤ感を残したいので塗らないでおきます。で、あと目の下だけ崩れやすかったりするので、こちらのローラメルシエの、シークレットブラーリングパウダーの4アンダーアイズ使っていきます。これ目の下用のパウダーですね。そう、パウダーなのにすごいしっとりしてて保湿効果があって、あとレフ板効果もあるみたいで目の下のクマとかを綺麗に飛ばしてくれるのでお気に入りで使ってます。さあ続いてハイライト。ハイライトはいつも使ってるこちらジバンシーのタンクチュールシマーパウダーの01番です。そう、これを手でのせていきます。まずこめかみ、ここハの字にのせるようにのせます。こうすると綺麗なツヤ肌に見えて垢抜けて見えます。あと高いとこですね、ここの骨が出てるとこ、あと鼻筋に、鼻筋はもうポン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 と置くような感じでのせます。あと顎先で筆に取っておでこにも丸く入れます。さっき下地で仕込んだパールの下地と同じ位置ですね。で、ツヤ肌の時もシェーディングは必ずしてます。トゥークールフォースクールのアートバイロガンシェーディング使っていきます。はい、じゃあ最後ですね、使っていくのがこちら、CNP のプロポリスアンプルミスト。こちらですね、韓国コスメになるんですけど、日本だと、まあ、通販とかだと最近やっと買えるようになったんですけど、韓国でめちゃくちゃ人気の商品で、オリーブヤングとかに売ってるものになるんですけど、すごい今売れてて、なんて言うんだろうな、すごい綺麗なツヤ肌に見せてくれる、まあ、ミストなんですね。で、これスキンケア用品で、いろいろミストとか、まあ、美容液みたいなとか、クリームとか、ピーリングブースターとかいろいろあるんですけれども、私が、メイクの最後に使っているのがこちらです。化粧水としても使用してるんですけど、メイクの最後にも使用しています。バレても通るよね。わかるかな、見えた、これ画面に映るのかな。めちゃくちゃ細かい霧なんですよ。こう手に振ってなじませるとかなりきめ細かいツヤ肌になるみたいなミストなんですけど、これを最後に振っておくことによって肌が保湿されて、あとツヤっと見えて、でメイクも崩れにくくなってフィットするので、これを最後に塗っておきます。こんな感じでちょっと離して顔全体に振りかけます。で、これを押さえていく感じですね。ちょっと心配な人はスポンジでこうやって押さえても大丈夫です。こうすることによって本当にメイク崩れにくくなるし、めっちゃ綺麗なツヤ肌に見えるんですね。で、最近私がちょこちょこ SNS とかで言ってるこちらの CNP っていうスキンケアアイテムなんですけど、本当におすすめです。このミストだけじゃなくて他の美容液とかクリームとかピーリングブースターとかがすごい良くて、これ使い出してからちょっと肌質また変わったので、まあこれはちょっとスキンケアで詳しく紹介したいなと思います。はい、こんな感じで美肌に見えるツヤ肌メイク完成でーす。前回出したツヤ肌メイクでかなり使ってるものも変わったんですけれども、何が一番良かったかって言ってファンデーションなんですね。このファンデーションに出会ったからツヤ肌メイクの動画出そうって思ったくらい、このファンデーションが今すごくおすすめですね。めっちゃ綺麗な美肌のツヤ肌に見せてくれるので、そう、なんかセミマットとかあんまりツヤっぽくしたくない方とかも、このファンデーションを塗ってからしっかりパウダーをしてあげることによって、そういった使い方をしても本当に崩れにくいし、めっちゃ綺麗に薄付きにカバーしてくれるので、普通のファンデーションとしてもすごくおすすめですね。そう、なんかいろいろね、なんか筆で塗ってスポンジで押さえたりとか、付属のスポンジで塗ってみたりとかいろいろ試したんですけど、やっぱクッションファンデのスポンジが一番塗りやすかったので、私的にはね、だから私は最近こういった塗り方をしています。あとはまあパールの下地とかハイライトでこうツヤを入れる位置ですね。そう、あとパウダーをしすぎないっていうことがポイントかな。パウダーは全体的に塗っちゃうとやっぱちょっとマットっぽく見えちゃうので、ツヤを残したい部分にはパウダーはしないですね。でもやっぱこう前髪の周りとかこの辺とかやらないと本当にベタつくので、顔周りとかにはするようにしています。あとこのミストもすごくおすすめですね。やっぱミストするとしないでちょっとツヤの出方も違うのでっていう感じですね。特にこの先の季節、まあ、夏にかけてやっぱツヤ肌に仕上げた方が映えるメイクとかも絶対あるので、そう、カラーメイクとかする時とかってツヤ肌にした方がよりこう重たくなく
く明るくカラーを使えるので、ぜひ皆さんツヤ肌メイクもマスターしてみてください。ということで今日も見ていただきありがとうございました。この動画が良かったと思った方はぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。そして私がプロデュースさせていただいているアパレルブランドのアミューウィンク、そしてプロデュースさせていただいているコスメブランドビーアイドルの公式サイト、公式 SNS なども下の概要欄に貼っておりますので、ぜひそこからチェックしてみてください。よろしくお願いします。ちなみに今日のこの T シャツもアミュの T シャツですね。 T シャツっていうかもうほぼ T シャツワンピに近いくらいで、このアミュウィンクの限定ポップアップ現在開催しておりまして、5月17日から5月19日の3日間、大阪の千載橋オーパの6階で開催しております。こちらの T シャツとかは先行発売でネットではまだ売ってなくて、ショップにだけしか売ってなかったりとか、ネットでは売り切れてるけどポップアップで再販している商品とかもたくさんありますので、ぜひ遊びに来てみてください。私はね、店頭に立つ日があるかもしれないので、お会いできたら嬉しいなっていう風に思います。お待ちしてます。ではまた次回の動画もお楽しみに。あかりんこと吉田あかりでした。バイバーイ。What?